ジョルジュ・ペルティエ・コールド・アジー1927年、ジョルジュ・ペルチェ・ド・イジー・シャンハイでの事故、ジョルジュ・ペルティエ・ド・ワシーは、フランスのパイロットである。1924年に、パリから東京までの 19600km を飛行したことで知られる。ジェイル・県の王州で生まれた。第一次世界大戦中は6機を撃墜し、エースパイロットとなった。ラグビーを愛する巨漢で、ニックネームは、 ピベロであった。32歳の時、フランスとインドシナの間の飛行ルートを開くことを命じられ、11の都市、ブタペスト、コンスタンチノープル、アレッポ、バスラ、バンダレ、アッバース、カラチ、アグラ、カルカッタ、ツイットエ、バンコク、ハノヨケイユ可能であれば、中国、日本まで飛行する計画であった。飛行に使われたブレゲ19は3つの燃料タンクが増設され、 940リットルのガソリンが積まれた。巡航速度150時速180キロメートルで飛行すると13時間2000キロメートルの飛行ができた。数ヶ月前に生まれた長女の名前からジャクリーヌ号と命名された。1924年4月24日の午前6時45分、ビーラカブレイを出発し、6月9日の正午に所沢の空港に到着した。空港では、 フランス大使や戦争中にコウノトリ部隊で知り合った、シゲノキヨタケを含む多くの監修が出迎えた。実際の飛行時間は120時間で、平均速度は時速 168km であった。ブレゲー19は5月20日にエンジン故障で上海で不時着した時に飛行不能となり、上海から東京までは、チ域キイング軍のブレゲー14を借りて飛行した。 ペルティードワシーはモロッコで没した。ありがとうございます。